今年も巻き返しのフリーとなるでしょうか。ショート9位川端智恵、去年もこの第3グループから逆転のフリー、3位表彰台に立ちました。コンビネーションはショートで全体トップの加点をもらっています。まずは川端が誇る得点源のコンビネーション、トリプルルッツ。飛んだ直後に少しいつもとは違うところに軸がありましたね。トリプルループ。ダブルアクセル、トリプルトーループに挑みましたが勢いがつながりませんでした。前半もう一つジャンプが続きます。トリプルフリップ綺麗に決まりましたね。エレガントな前半、この後パワーをぶつける後半へ。ステファン・ランビエールの振り付け、手拍子、ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループ。2本目のルッツ、トリプルルッツ、ダブルトーループ、コンビネーションつけた。トリプルサルコ、バタフライの入り方からフライングキャメルスピン。曲調よく捉えていますね。リズムもしっかり逃さずにステップを踏んでいます。今年も会場を一つにする、そんな後半の素晴らしい勢いでした。去年の全日本選手権3位川端智恵のフリーでした。川端智恵さんの演技でした。ショート9位から去年の全日本3位川端智恵のフリー、荒川さん、後半は迫力のあるフリーでした、はい、そうですね。コレオシークエンスなんかも本当に軽快で弾むようなステップをあれだけ疲れているところで踏んでいくというところで、本当見応えのある
シークエンスでしたけれども、ここも、ね、加点が伸びていましたね。振付ステファン・ランビエールが日本の少女が世界に羽ばたいていくイメージで振り付けたというプログラムです。アイスダッツご覧いただきます。まずスピード 26.3 キロというスピード、特にジャンプを飛ぶ前のスピードがありますので、はい、それがうまくタイミングが合うと高さに本当につながっていくんですよね。で、1本目最初のジャンプがコンビネーションにならなくて、はい、そのトリプルッツ2本目でコンビネーションをつけてきました。右下のジャンプです。プラス 1.26 という加点。そうですね、後半の疲れてくるところでここで基礎点も上がるところで飛べたのは良かったと思います。去年全日本3位に入ってプレッシャーも気づかないうちに感じていたのかもしれない、そんな風に話した川端。フリーの得点 121.62、 シーズンベストです。そして186.18、この時点で4位、川端智恵です。